さん、こんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。同じくキャスターを務めます本間奈々です。よろしくお願いいたします。いや、なんか香川先生とすごいお久しぶり でも本当におめでとうございました。どうもいろいろと大変お世話になりました。ありがとうございます。まあ、一生懸命ですね、議会活動していきたいと思ってるんですが、まあ、先週もお知らせしたんですけども、大変なことがなんかこう、くじかれるようなこともありましたけども、まあ、これからですね、いろんな大事なことが審議されますんで、一生懸命活動すると同時にですね、このチャンネル桜北海道で、皆さんにいろんなことをお伝えしてですね、一緒に北海道と札幌を考えていきたいと思います。はい、はい、期待しております。 ありがとうございます。はい、はい、それでは本日のメニューをご紹介いたします。本日のメニュー、今日の北海道最近起きた興味深いニュースをご紹介するコーナーです。今日の特集、武蔵隊大和隊で操業する日本漁船を北朝鮮から守る。以上の2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送でございます。常に皆様方と共に歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてその具体的な支援方法でございます。はい、100人委員会が立ち上がっています。賛同者の方は広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴いたします。何口でも可能です。まあ、ご支援いただきますと、月曜から金曜まで毎日7秒間の CM をこの番組内でいたします。計毎月20回が放送されることになります。広告は不要だよという場合も構いませんし、そして具体的な支援の問い合わせについてはまたホームページなどをご覧ください。はい、はい、ということで、それでは小野寺先生のですね、はい、5月25日アイヌ神宝を学ぶ講演会ということで、カデル274階にて会場17時半開始18時で講演を行うことになっております。まあ、主催は日本会議北海道本部ということで、小野寺先生そして百瀬先生と演題2つで行うというふうなことでございます。ぜひ皆さん足を運びください。ぜひとも、皆さんと一緒に考える機会として私大切だと思いますので、はい、どうぞ多くの方にお越しいただきますことをお願い申し上げます。はい、はいはい、それでは、はい、早速今日の北海道ということなんですが、はい、どうしましょう、私の方からまず。そうですね、はい、ですね、はい、私の方から今日は同心の方で、まあ、どっちかというと暮らし欄で取り上げられているものなんですけども、東京でフォーラムを行いましたということで、まあ、PTA の在り方課題を考えるということで、まあ、朝日新聞や東京新聞北海道新聞などの記者保護者で構成する実行委員会によってパネルディスカッション等のフォーラムを開催ということで、まあ、PTA 活動についてのさまざまな課題、あるいは不要なんじゃないかっていったようなものっていったような話をしたみたいで、要するに、ね、この中でいつも朝日新聞もそうですし、まあ、今回北海道新聞も改めてそうなんですけど、よく PTA について任意団体で入隊会自由なんですよ、だから PTA の入隊会についての説明がないまま半ば強制的に入会させるのはどうなのか、で入会大会が自由にできないのはおかしいし、強制的に入会させられて会費を取ってるのは詐欺罪に等しいっていうようなことまで言っているんですよね。詐欺罪ですか。で、私すごく不思議なのは、それはもちろん自由だと思っているんですけれども、はい、一方で親御さんが子供を学校に預けて、でやっぱり学校のために何かしてあげたいという気持ちももちろん自然なものとしてあるし、はい、で学校ではやりきれないものも多数いっぱいあるんですよね。まあ、パトロールとかそういうのもそうですし、で例えば細かいことを言えば、私なんかもやってましたけど、ベルマークとか集めてごっそり来て、じゃそれを誰がちゃんと整理して数も数えて送るのか、じゃあもし PTA がそういうのやらなかったら学校の先生が直接やれっていうのか、そしてPTA 学校の先生ってなかなかそのお母さんたちとこうやっぱりこう触れ合うね、授業参観とかそういうこと以外なかなかない中で、ワンクッションあることによっていいことっていうのも多数あるんですよ。例えば最近だと
なんかいろんなイベントがあったりとか、特になんていうか修学旅行行った時に親御さんはどんな感じだったのかなって分かんないじゃないですか、で今もうもうパソコン一つでどういう活動をやってたのかっていうのを作って、先生もそれをお披露目したい、で PTA に集まってもらって、まあ、一応 PTA 主催で集まった形になってるんだけど、先生そこでやって、でお互い意見交換して無事終わりましたって、こういうものなんかも学校の直接の行事じゃないんで、やっぱりそれぞれに潤滑油になってるところあると思うんですよ。でそれじゃあなくしたいの、って思うんです。で実際大変だっていう意見があるのも分かるんですけど、忙しい人でもうほとんど実際の時に来ない人もいるし、そこまでなんか来ないと思うね、なんか許さないぞってわけでもないのに、なぜ常にこれは入隊会できないな、おかしいおかしいっていうのを広げようとしてるのか。でそれがなくなって逆にね、それに変わりうるような提案があるんだったらいいんですけど、まあ要は否定否定の、まあよくあるパターンなんですが、どう思われますか、川田先生。これ PTA 昔その不敬という言葉がちょっと、まあこの方々はですね、ダメで良くないと言ったりとかですね、そういう人いないのはどうするんだろうね、まあなんかよくそういう常にその関連についてはこの方々はいろんななんか課題を持っているみたいなんですけども、その PTA があることによる問題点って何なのかっていうことを、まあ僕も見ましたけど、ないですよね、今日そういう問題だってことで、すごく逆にいい部分もあって、多分さまざまな考え方があると思うので、これ両論併記しないと私はやっぱり変だと思うんですけど、いつもおかしい強制だって悪いとこだけ挙げるのは潰したいのかなって、でゆくゆくは町内会とか、そういったいろんな任意団体的なものを潰していった先に何があるのかなって、そうですね、真っ暗な闇のような気がするんですけど、まあやっぱりそれが目的なんだと思うんですね、で僕まだ子供が小さいんで PTA っていうのはちょっと経験ないんですけど、奈々、さんはもう経験されましたよね。子供大学生と、まあ、浪人生の一人いるので、なのでやっぱり PTA、やっぱ親も子供を預かってもらって、でも授業参観とかなんか来るもの以外に先生と直接接する機会ないので、やっぱりそういった意味ではやっぱ先ほどだから言ってる通り潤滑油だと思うんです、で確かに負担忙しかったりとか、まあそういう問題は常にあるんですけど、助けられてる人も多数いると思うので、それに変わりうるね、素晴らしいなんかまたね提案があるならまだしも、そうでないんだったら、あれがダメこれがダメっていうのを前面に出すのはどうかなっていう感じですね、まあ、僕思うんですけども、例えば今うちの子供は幼稚園に通ってて、でまあ、公立の幼稚園なもんですから、なんていうんですかね、こう親御さんたちの集まりとかも結構なんか幼稚園からしてるんですね、でそこでいろんな子どもたちの様子とかも聞きながら話し合ったりとか、まあ、やっぱりそういった機会を持つことってすごくいいとは思うんですが、でも一方で働いているお母さんからすると、もうその一つ一つがすごくもう大変だってい う、まあ、それはもう そうですね、それはもちろん意見としてありますよね、ただどちらがいいのかって言ったら、まあ確かに大変だけども、やっぱり子どもたちと接しながらいろいろと考えていくっていう機会を持つ方がいいわけであって、その大変な思いと比較考慮してどちらが僕が大事なんだって言ったら、まあやっぱり子どもたちとですね、ことを考える親御さんと先生と考える場所を作るっていう方が僕は大事なんじゃないかなと思ってるんですよね、まあやっぱりそのあると思うんですよ、教職員の方もまた PTA の方からいろいろと言われて大変だとか、でもそれって何の仕事をするにしても、何のやっぱり社会を生きていくにしてもあることじゃないですか、だからそれを、もしそういった面倒くさいということを避けたいという理由なんであれば、それは僕はやっぱりちょっと違うかなと思うんですよね、だからやっぱりその PTA をなくしたあと何がいいのかと、それが何の姿を彼らを訴えたいのかということがなんか見えてこないですよね、まあ、おまけに読んでる人もやっぱりそれでっておしまいになってしまって、なんかね、もう本当によくわからない記事だということでちょっと取り上げて、いやだから気をつけなきゃいけないのは、さっき言ったようにすごく面倒くさい、まあ、町内会の活動もそうですけど、面倒くさいですよねと、いや仕事もありますよねと、もう本当個人的なこと言えば、
まあ、なんか誰かに任せたいっていうことって社会の中で多々あると思うんですね、うん、はい、だけどもそれがあることによって見えないところで助かることってあるじゃないですか、うん、はい、そうですよね、 ありますよね、はい、ということはすなわち何をこれを言おうとしてるのかって言ったら、その壊したいという目的は何であるかは別にして、壊すことを目的としたときに、いや面倒くさいですよね、こんなことをわざわざ関わりたくないですよね、うん、人と接しながらやるの大変ですよね、うん、ということが手段としてそういったことをですね、もし言ってるとすれば、それこそ僕からするとこのその PTA のあり方、課題を考えるっていうことで、その課題問題点そのものを何の明示もせずに壊すことが目的の方が大きな問題だと思いますね。うん、はい、まあ、こういうことに騙されないように大変ですけども、はい、まあ、こういう、ね、記事については怪しいっていうふうに思っていきたいなというふうに思いました。はい、次は私からなんですが、はい、まあ、同じく同心なんですけども、これも今日の年なんですが、もうこれ一面でご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、留学促進、ロシアに北大が拠点を作りますということで一面でございました、はい、でロシアにどうして拠点をわざわざ日本の大学がっていうふうに思うんですけども、まあ、この記事によりますとですね、まあ、北大が、6月ロシアの首都モスクワに日本への留学生獲得に向けた海外拠点となる事務所を開設するということになっているわけでございます、はい、で目的としては優秀な外国人留学生を増やして日本の国際競争力を高めることであるというふうに記事としてあってですね、まあ、文科省のその事業としてもやっているということなんですね。まあ、当然そうなんだと思うんです。でただ僕はこれはまあこれでいいんですけども、その2020年にまあロシアから日本への留学生を1000人まで増やすことを目指すということです、うん、まあこれですね、まあいろいろとあるのは、まあそのロシアの多くの若い方々に日本を理解してもらおうであるとか、うん、まあそういった目的もあるんだとは思うんですけども、ただ今、まあ、中国やベトナムからも留学生も多いですし、そしてこの留学生については常々指摘されている部分はありますけども、まあ、留学として入ってきてはいるけども、だけども実はそのまま大学にないでですね、うん、就労をしてですね、はい、そして後で大きな問題になるっていう点もありますし、まあ、僕はよくよくきちんと気をつけながらやるべきだとは思っているわけですが、この留学生を数多くその日本にですね、はい、招き入れると、まあ、いい面悪い面はあるとは思うんですけど、奈良さんとしてはどうですかね、こういった記事については。そうですね、最近、まあ、なんか一面的にはすごい国際化ということで、はい、国際交流を深めていくとか特に大学教育あるいは研究でっていうのは、はい、特に北方圏なんで、うん、良さそうに見えるんですけれども、やっぱり最近ちょっとそういうのが増えてきて、うん、一面それ本当によくね、いいこともあればやっぱり負の場面も部分もあるわけで、それはね、しっかりどうなのかなっていうのもやっぱり感じてはいますね、まあ、確かにですね、よく言われてることなんですが、はい、まあ世界各国で一生懸命その困難な生活環境の中でも勉強して、はい、そして何かしかの役に立とうって頑張ってる世界でのいろんな学生っていうのはいるのは事実なんですけども、はい、そういった人たちを入れることを目的とするんであれば、まあそれはそれでも一つなのかなっていうのもあるんですけども、まあただこれかなりですね、これ例えば2020年にロシアから日本への留学生は1000人、ですね。なんか特にロシアの人たちも、まあ、日本もそうですけどね、結構人口減ってるっていう感じがするんですけど、なぜ改めてロシアなのかっていうのは、確かに読んだ時に、まあ、それは感じましたね。これは、まあ、やはり一番多いのはですね、やっぱり中国とベトナムから、ベトナムからの留学生がまあ、全体の6割と
ということで、ロシアからの留学生は 0.3% だったということでありました。まあ、近隣から理解を深めるために多くの方に来てもらおうということなのかもしれないんですけども、うん、僕はですね、これは本当にこの真相はどうなのかっていうのは、いい面もあるなという視点もありますけども、よくよく注意して見ていきたいなと思っているわけであります、はいはい、これはなんか日露首脳会談で2013年ですね、まあ、安倍総理が、まあ、もっと増やしていきましょうねっていう一つの目標だということで、まあ、こういった形になってるんだとは思うんですけども、まあ、もっとですね、逆に日本からもですね、海外に、まあ、留学ですね、うん、していく、やっぱりそういった促進策っていうのはどうなってるのかなっていうふうに、はい、いやでもね、なんかあれなんですよ、やっぱり、まあ、こういう言い方もしちゃいけないのかもしれないんですけども、全ての国がすごい友好的な国であるわけじゃなくて、うん、ロシアとか中国ってやっぱり安全保障上はどうしても、まあ、敵対国なんですよね、でいや今川田先生がこっちから行く分で、いやそれはそれでなんか捕まったらどうしようとか、ね、向こうの国ってそれは平気で捕まえるじゃないですか、最近も、ね、日本人で、なんかすごい友好的にやってる人なんじゃないかなと思った人を捕まえて裁判かけてね、なんかやってましたけど、それはあまりちょっとね、こういうのは一面に乗るんですけど、すごい捕まって今まで、ね、そうですね、人もいっぱいいるんですけど、それは誰も取りあんまりここぐらいしか取り上げないから見過ごされがちなんですけど、やっぱりそこの地政学上の問題とか安全保障上の問題っていうのは絶対忘れちゃいけないですよね。まあ、産業スパイの件であるとか、そういったのも今までも日本で問題になったことあると思うんですね、はい、やっぱりそういったことも踏まえて、日本のやっぱり安全保障とか日本の国益、日本を仕事として考える政策をしっかりとあった上で留学生をですね、受け入れるということは、まあいいとは思うんですけども、それなしでただ単に受け入れるっていうのはですね、僕もやっぱり大きな問題点を抱えるなっていうふうには感じております。はい、まして大学ですから、すごい最先端のね、ね、まあ、知識とか研究とかあるわけで、本当はこういう言い方もしたくないんですけど、持って帰ってしまうっていうね、なんかそういうのも現実的にあるん で、 そ、 うです、ね、そこもしっかりね、はい、いいんだじゃなくて、抑えてほしいなとは思いますね。はい、まあそういったことでですね、はい、まあ一つの、まあなんていうんですか、こういい面かもしれないけども注意も必要だっていう意味で、はい、こう皆様方に、まあ、お伝えしたところでございます。あともう一つがですね、はい、これは今日の日経新聞なんです、日本経済新聞なんですけども、はい、道内賃上げ大手が牽引というタイトルでですね、はい、記事がありました。まあ、今人手不足っていうことで言われていて、はい、特にこう各業界ですね、もう業界によってはもう有効求人倍率が何倍もなっているというところもあるわけですけども、うん、もうこれ2019年の道内のですね、賃上げ状況っていうのを明らかにしているわけですが、これ連合北海道の集計なんですね。ああ、連合北海道の集計によると、うん、まあこれ妥協したですね、半数のところ5月上旬時点で平均賃上げ額は6158円と、高水準だった昨年実績よりも、392円高いという形なんですね。だから昨年でもさらに上がったということで、まあ、賃上げ率もこれ 2.34% で、まあ、全国の平均ですね、これを 0.24 ポイントを上回るという形ではあったということで、うん、まあ、やはりこの人手不足を背景にこう大手企業が賃上げをしていって、少しでも人手を確保していこうということなんだと思うんですけども、まあこういろいろとですね、今アベノミクスは失敗だったんだとか、うん、まあ、そういったことをですね、まあ、言う方々もいますけども、うん、まあ、少なくても道内でも、まあ、これだけで景気がいいとは言えないんですけども、だけどもまあこういった賃上げの部分にも、まあ、一つですね、影響は出てきてますよということなんですが、いかがですかね、奈々さんとして、はい、こう民間でいろいろと仕事をされている観点から、はい、そうですね、やっぱり人手不足っていうのはすごく感じてます、ね、はい、で、まあ
働く人たちにね、いろいろ還元していくっていうのは、私も経営の方に入ってるので、極力それはボーナスとか、そっちの方で、まあ、いい時は反映していきたいなって、努力はしてるんですけど、賃上げってね、経営にはすごくね、なかなかこうデリケートな部分があって、いいなっていうのも反面、ちょっとやっぱ苦しいなっていうのを ね、両方の思いでせめぎ合いますね、こういう記事見てると。まあそうですね、まあ、経営者の立場からするとですね、特にこの中小の企業の方も、やっぱりこれ以上の賃上げはなかなか厳しいよっていうのもあるんですね。結局こう賃上げ競争になっていくと当然、当然大手には負けてしまうということなんで、やっぱりそういうことで考えるとですね、これからの産業の構造って考えた時に、やはりこう中小にも良い影響を与えるっていうような収益につながるような事業っていうのもですね、北海道も考えていかなきゃいけないとは思うんですね。で、例えばもう僕も関わっている例えば警備業協会とかって言ったらですね、大変ですよね。もう5倍から8倍なんですね。わかります。うちも有効求人率倍ですが、うちも空港なんで絶対警備員入っちゃいけないって大変ですよ。そうなんですね。で、人手がいないっていうことで、もう本当にこれなんとかしないと、結局仕事がたくさん来るけども、もう人がいないっていうことでですね、ですからどうしてもやっぱり外国人労働者の件とかそういったところに入るんですけど、僕も先週ですね、高齢者の、方ですね、70歳まで引き上げられて70歳からの働き方を考えようっていう、記事をですね紹介したと思うんですけども、いかにしてですね、日本人でですね、こう今のその産業そのものを賄うかっていうことも大事なんですが、働き方改革っていう視点から言うと、多分今いろいろとですね、あるのが、例えば休みが欲しいっていうふうに多分言ってくる方もいらっしゃるじゃないですか。で、そうなると、24時間365日営業の例えばコンビニエンスストアとか、ここも人手不足が顕著になってるわけですけども、今もう多分この20年30年私たちが実感してきたいろんな便利さとかも変わる時期に来たのかなという、このそういう感じも持ってるんですけども、どうですかね、奈々さんとしてもこの生活してる中において。はい、いやでも長いことかけて労働環境を改善しようという努力は、今社会続けてるなと思うはね、なかなかね、逆に働きたいっていう人にとってはね、ちょっと結構辛いなっていう部分は正直ありますよ。時間で一方的に切られちゃうとね、それ帰れとか写真、なんか休めって言っても、いや、そういう休み方じゃなくていいんだけどなっていうのそうなんですよね。だけどやっぱりですね、特にやっぱり流通業とか、今まで我々がこう便利さを享受してきたものっていうのは、やっぱりこういうその大変さの中でですね、支えられてやってきた人たちがいて、でこの部分を賄う方々が少なくなるっていうことは、私たち消費者としても考え方を変えていかないといけない時代に来たんだろうなっては僕最近思うんですよ。はい、そうですね。なんかセブンイレブンの、一時期はね、絶対貼り付けろって話になってますけど、今もう完全に転換して、そうですね、融通してくれるようになってきてますから、やっぱり今のままではっていうことではありますよね。だからこれから令和の時代はですね、平成の時代に味わってきた便利さというのもちょっとですね、消費者の側も、消費者の側といっても消費者の方も労働者なわけですから、考え直す働き方の、を考え直す時代なのかなっていうふうには、感じているというふうに、思いましてですね、この記事を紹介したところでございます。はい、はい、以上今日の北海道でした。次は特集です。
次は今日の特集です、はい、今日の特集は武蔵隊大和隊で操業する日本の漁船を北朝鮮から守る、はい、ということで。そうなんですね、はい、あの昨日の5月22日付の産経新聞ですね、はい、に、まあ、出ていたんですが、まあ、去年もたびたびですね、はい、この番組で、北朝鮮のあのイカ釣り漁船、はい、もう1000隻ぐらい来て、日本の漁船が、なかなか大変だと、はい、そしてその、木造船が漂流して、200隻以上ですね、あの漂流してきて、それも大変だということでお伝えしたと思うんですが、はい、で、もうそういったことがずっとここ数年続いていたこともあってですね、はい、あの海上保安庁としては今回今年はですね、この北朝鮮船の阻止を目指すということで、まあ、ずっと、巡視船を出して、排除してたりもしてたんですけども、はい、だけども、まあ、もう計画を持ってですね、もうあらかじめもう阻止するための、まあ、行動をするということでですね、報道がございました。まあ、あの大和隊ですね、そしてあの北海道のこれちょうどあの礼文利尻の下の方になりますけど武蔵隊、この2つが非常に漁場として、非常に盛んなところで、もうこれは世界的な漁場としても有名なわけですけども、まあ、ここに大型巡視船をですね、うん、派遣してですね、そして違法操業の北朝鮮の取り締まりに、着手していくということで、もうすでに、まあ、21日ですね、政府関係者の取材で分かったということで、あの産経新聞に出たわけであります。でただこれ本当北朝鮮の漁船がですね、この取り締まりにやっぱりいろいろと抵抗するとかいうこともありますんで、やっぱりこの巡視船の方々のですね、安全というのも確保しながらやらなきゃいけないんだとは思うんですけども、これですね、やはりきちんとですね、この海上保安庁の皆さんが対処するっていうことは、うん、重要なわけでありますし、そしてその日本の漁船がですね、あの安全に、航行するまたはあの操業するっていうことは、うん、僕はもうとても大事なことだとは思うんです。ただ、うん、ここ最近思うのはですね、これだけですね、何回もこう北朝鮮の漁船というのを排除してるんですけども、はい、毎年毎年ですね、こう来るんですよ、そうですね、先生もね、そうなんです、去年言ったことに書いてましたもんね、そうなんです、毎年毎年来るんですよ、はい、そして、木造船がまあ漂流もしてきて、あの木造船の本当の目的は何なのかっていうところもあるんですけども、これやっぱり僕があの時、去年も言いましたけども、そもそもがあの違法操業については来させないようにするってことが大事なんだと思うんですね、うん、で、そのことで考えたらですね、もう昨年でもですね、延べ6900隻の北朝鮮漁船に警告を行って、うん、2600隻に放水するなどしたっていうふうになってるんですよ、うん、すごい数ですね、この数すごいじゃないですか、はいはい、でこれですね、どうしてそれでも多分今年も多分来る可能性はあるとは思うんですけど、はいはい、まあ、来るでしょうし、もうすでに来てるんだとは思いますけども、はいはい、どうして彼らはこうやって何回も何回も放水してるのに来るのかということなんですよ。これですね、はい、ナナさんどう思いますかね。いや私は多分漁業の関係だけじゃないんじゃないかなっていう気はしてるんですよね、これですね、はい、ぜひとも私はあの地方議員の方、まあ、これ道議会議員の方も、はい、まあ、札幌市議会議員の方はあまり漁業には関係ないかもしれないですけど、ただ私の地元にはですね、厚別にはあの実はあの漁師さんで、はい、住んでるのは厚別なんだけども、漁であの道東の方とか青森の方で操業してる方もいらっしゃるんですよ、ですから、はい、まあそういった方がお住まいになっている私としてもよく言われるのは、どうして毎回毎回お金払っても来るんだと、これはやっぱり日本そのものが舐められてるんじゃないかと。いや舐められてるのはありますよね、うん、まあ本当にだって日本は
あもう歯向かってこないっていうのを分かって、まあ、やったってどうせ水かけるぐらいの手ですからねそうですね、別に命をかけてっていう風な感じじゃないから入り込みやすいっていうのはあると思いますね、そうですね、うん、で実はその同じくその昨日ですね、はい、あの5月22日だから同じ産経新聞に、まあ、あの西尾治さん、あの憲法の関係でも駒澤大学の教授ということで、はい、まあ、有名ではございますが、あの9条改正の議論を阻むのは誰かということなんですね、はい、でこれであの正論、まあ、社説ですね、これでも載っていたわけでございますけども、あの今ですね、あの結局私たちの領土領海をどのように守っていくのか、これを話し合いだけで守れるのかどうなのか、平和的な解決で平和的な交渉で守ることができるのかどうなのか、まあ、このことが今いろいろと問われていると思うんです、はいはい、でもちろんあのいきなりですね、あの丸山さんの話ではないですけども、戦争っていう話とかそれは違う話だとは思うんですけども、いかにしてこの守るのかというこの議論っていうのを本格的にやっぱりしていかないと、実はこれはその北朝鮮のそのなんて言いますか、違法操業だけの問題ではなくて、私たちの領土領海を守るとかそういったところにも僕は行き着く話だとは思うんですけども、そうですね、いや本当におっしゃる通りだと思うんです、うん、で、はい、特にね、なんかあの北海またあの地方でできることっていうのもね、しっかりあの考えていかなきゃいけないなと思ってまして、はい、で結構この番組でもで、まあ、保守の論壇でも、はい、こういう大変な状況になってるっていうことを私たちはよく熟知してるんですけど、多分多くの日本人は、こういう状態になってきてるっていうのも全然気づいてない人もいるし、うん、で報じないですよね、あのまさにマスメディアは、はい、でどん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 だから余計、まあ、大丈夫なんだなって手でこんな風になってきて、まあ、北朝鮮だけでなく、中国とかいろんな問題をわーっと押し寄せてきていて、なんかあっという間になんかね、なんかもう占領されそうな、なんかすごいそういうね、なんかじくじ、なんかね、気持ち悪い状況はなんか続いて、いつまでもいつまでも続いている。そうですね、はい、これあのさっきも言いましたけどもね、はい、海上保安庁と水産庁の船ですね、あの昨年だけですよ、6900隻の北朝鮮漁船に警告を行い、はい、2600隻に放水すると言ったんですよ。6900と2600隻ですよ。もう数だけでなんか毎日ね、なんか何件あるんですかって世界ですよね。そうですね、それこそ毎日20件近くあるんじゃないですかね、はい、ね、まあ、あの去年もその5月下旬から巡視船を派遣してやってるということで、はい、まあ、この記事も今年ももうそれ対処しますよということの記事なんですけども、うん、だけどどんどん数が増えていってるんですよね。増えていってる。そしてやさに救助、うん、今回の丸山議員 の騒動を見ていて思ったのは、はい、あれが出るとまたわーっとなんか封殺する勢力っていうのが未だにあって、ね、そして、まあ、そのまあ、ものすごいそれを封殺したいって人は一部だとは思ってるんですけど、それを真に受けてしまう多数の普通の人たち、でそして何となく語っちゃいけない雰囲気に持っていかれて、あの大事なことが国会でもあのいろんな地域においても、まあ、特に北海道ってすごく来てるじゃないですか、やりたいけど全然取り上げられることないまま、もう本当にね、なんか事態は進行していくっていう。そうですね、はい、まあ結局ですね、今のこの政局っていうのが阻む一番の大きな問題じゃないかということで、はい、まあ、あのいろいろと言われているわけでありますけども、まあ、私としてもですね、これ思うのはですね、例えばここで想定できることとしては、これ何回も何回もしてるってことは、やっぱ彼らに対して警告になっていないっていうことなんですよ。そうですね、取り締まってない状態に近いってことですね、うん、いろんな違反が、まあ、あのもうとにかく多くを取って、また素早く逃げればいいという話で、うん、でこの繰り返しっていうのはあの結局
阻止をしていないわけですよね。まあ、この産経新聞の記事によると北朝鮮の阻止を目指すとなってても海上保安庁も放水しかできないわけですよ、ね、うん、まさにそうです ね, ね、だから抑止力にならないっていうことなんですね。そうなんですね、基本を一言言えば、はい、ということは阻止そのものになるところか毎年増えていってるということも考えますとですね、うん、これやっぱり問題なのは政治の現場でしっかりと何を守る術なのかどうなのかっていうのを語らなきゃいけないんだと思うんですね、はい、そうですよね、はい、公務員の人たちはそれ以上のこと法律守る以上のことできないので、だから やれる範囲でしかやれない。でそれは何かというと水をかけることだけということでしかないんですよね、じゃあこれが効かないんだったらっていうのはもうこれはもう政治の話になってくるはず。そうですね、うん、はい、まあ特に僕もこの拉致の北朝鮮によるですね、うん、日本人拉致事件についても救出する立場から活動してまいりましたけども、うん、やはりですね被害者家族の皆さんからすれば、はい、最後にあれですね、最近の国民集会でもお話ししたのは別に体制を変えたいとは思ってないんですと、とにかく返してくださいという切実な思いを語っていましたよね、はい、でだけどもその体制、あの体制のままで現実問題全てその我々が思うような、拉致事件についてですね、うん、解決に至るかって言ったら至らないわけですよね、はい、でそもそもが日本国内から連れ去られてる方がほとんどだと、はい、いうことであると、どうしてこういう事件が起きてしまって、そしてそれを対処するためにどうしてこれだけ長引いてしまったのかということなわけであります。ということはもう簡単に言いますと法整備そのものに大きな不備があったと、はい、いうことじゃないですか。そうですね、それと主権が本当に言葉で言うのはいいんですけども、本当に日本人は国家として主権を持っているのかということですよね。自分を守るという当たり前のことができない、まあ、はっきり言って、まあ、丸裸でいるような状態だっていうことですよね。そうですよね、はい、うん、そうなるといわば平和的な交渉っていうのは何なのか、まあ、ということなんですね。まあ、非常に厳しいですよね。私いつも新聞見てて、ね、まあ、産経がどうかとして、ね、なんか話し合いが大事だ、話し合い大事だって、ね、話し合いになってないじゃんっていう、なんかその前提もないっていう、やられっぱなしで、向こうはだって話さなくたって何でも言ってこない日本に対してね、そんななんで話してあげなきゃいけないのっていうのが正直なところなんじゃないですか。だって彼らはすごく全然日本とは違う論理で暮らしてる人たちなので、前提も違うし、いや私はね、なんかいつも、いや本当はねこんなこと言っちゃいけないんですけど、歴史を習ってきた時に、はい、日本はタイもそうなんですよ。日本とタイはなんていうか、いわゆる植民地にならなくて、そして明治時代に唯一ね、独立を保ちましたって習ったんですけど、戦後は完全に言っちゃいけないかもしれないけど植民地だなって感じてます。だって自分の意思で何もできないんですもん。そうなんですね、はい、でね、でそして変な人たちって言うといけないけど、日本を弱体化するようなことを平気で、それがまあ日本の中にいて、でまだ それまでは周辺諸国も貧しかったいろいろあってよかったのかもしれない、それでもなんとか成り立ってたのかもしれないんですけど、もう力をつけてきた時にもう完全に力のない日本っていうのをなんか晒してるという、まあ、本当にね、残念というかね、なんかそういうふうな戦後日本のなんか片棒を担ぎたくなかったんですけど、今自分も50になって片棒を担いでるままだなっていうね、嫌な気持ちですよ、はい、うん、まあ、私としてはですね、この北朝鮮のこの違法操業、これはですね、断固たる措置をするためにはですね、これ数がすごい半端じゃないわけですよね、はい、となるとその数を制するためには同じぐらいの海上保安庁の船が必要だということになっちゃうじゃないですか、うん、はい、
そうですね、補足できないで取り逃しちゃうことが、ね、あってもいけないしとか、やってもね、広い海域ですので、そうですね、分からない、これ多分カウントできてる分だけだと思って、そうですね、カウントできないもんっていうのはもう分かんないんですよね、だからもう分からないんですよ、うん、これ警告した分だけが6900席ですから、はい、警告した部分だけですよ、まあ、延べだから何回も来たりとかもあるのかもしれないんですけどね、はい、で、私はそういうことで考えたときに、まず大事なことは、どこで、いわば制裁であったり、またはどこで、強硬な阻止をするかという、この場面っていうのは想定しなきゃいけないことだと思うんですね。どこかでそれを考えないと、もっと多くの人命を失われてしまうと、こういった議論をするのがどこなのかって言ったら政治の場だと思うんですよ、はい、そこしかないと思います、そうなんですね、はい、現場の方々に、これ現場の方からするとギリギリの判断をいつもいつも迫られることになるじゃないですか、はいはい、いや本当にそうですよ ね、だって韓国 のレーダー調査もそうですけど、本当はあれを見逃したこと、見逃すっていうか、やらなかったことによってまた見くびられる、そうですね、ことを与えてしまう。でも、やっぱり自衛官としてはできることしかできないんで、やっぱりそれをどうやるかはやっぱ政治なんですよね。もうじゃあここまで やんなきゃいけない、あれ本当にだって危ないことですよね。危ないことですね。あれこそ戦争が始まってもおかしくないぐらいな話だけども、あれはスルーして、なんか申し訳ないですけど、丸山さんの、丸山議員の話は酔っ払っててね、よくないと思うんだけど、あれ以上のもんだと思うんですよ、レーダー調査の話の方なんか、ね、もう危ない危ないっていう。そうなんです、はい、まあ、やっぱり、島民の皆さんに、その戦争で取り返すべきじゃないですかって言ったって、うんうん、それはやっぱり島民の皆さんからすれば、いやそんなこと言われてもっていうのは多分正直なことなんで、そうだと思います。言う相手が全然ちょっと間違ってる し、まして被害者の方々ですから、そうなんですよ、非常に切ないっていうか、それはちょっと、奪われた方ですから、はい、それはまあ論外だとは思うんですけども、でも叱るべきところで議論されてないっていうことの方が問題なんですよ ね、結局議論する場を間違ってるっていうのが僕は一番大きな、ま、はい、場面で、やはり、その議論をするのが政治の場であってですね、はい、いきなりですね、なんて言いますか、勢いでですねお話しすることではなくて、はい、今僕はこのあえて去年もその木造船が北海道にたくさん来たということもあったんで、これ北海道の問題でもあるし、当然全国の問題でもあるんで、この産経新聞の報道っていうのをですね、紹介いたしました、はい、この北朝鮮の漁船によるですね、操業によって日本の漁船人が困ってますよということでですね、はい、で地元にまあそういったね、ちょっと関わった方もいらっしゃるもんですからお話をしたわけでありますが、この事例一つ取ってみても、でも今年もまたさらに多くの漁船が来た時に阻止にはこうなっていないということなんですよ、うん、そのうちこれ今尖閣諸島でもそうですけど、はい、尖閣諸島行けなく、ただ先生はね昔行かれてましたけど、もう上陸とかそういうのも全然できない状態ですね。できないですね、はい、だから6年前にですね、6年前もう7年前かな、はい、まあ、水島社長たちと一緒に行った時ですけども、はい、あの時は行けたのに今は行けないと、はい、いや、うん、それが現実に今日本全体で、始まろうとしてるそうね、っていうふうにも言えますよね、例えばよくスイスは永世中立国だというふうになってるじゃないですか、永世中立国ということになってますよね。でだけど彼らは国民開閉でもう断固として、侵略者に対しては戦う、はい、ということですよね、はい、それをきちんと意思表示をして、まあ、普段の訓練もされているということなわけであります、はい、あの方々が言っている防衛するために戦うという、例えばこれも一つの戦争といえば戦争なんですけど、はい、これは我々そしたら、日本の国会議員の皆さんや、まあ、地方議員の皆さんからすると危険な行為なんでしょうかね。いや、やっぱり彼らのスイスっていうのはね、本当に歴史的にとても貧しい国だったっていうのもあって、強かったみたいですよね。で、強国に囲まれてるっていうのもあって、でもだからこそ強くなければ守れないんですよね。
だからそうです、ね、うん、なんか多分それマスコミとか逆に中立でいい国じゃんっていうわけのわからない、なんか何もやってないような国のように宣伝しているような雰囲気がありますけど、守るためには強くなければならないという、そうなんですよね、なんかこの議論がなされないまま、はい、とうとう令和をになってしまったということで、はい、私としてはですね、とても残念ではありますけども、まあ、早期にだからこういったことも踏まえていろんな不測の事態を想定した形でですね、国会で実質的な実のある議論をですねしていただかないと、困ってしまうということで、はい、僕はですねそういった議論をきちんとして、実のある法案を作って法制化してほしいということはですね、うん、要望していきたいなとは思っているんです。だからまあ特に今僕が言ってるのはこの拉致事件について言うとですね、国内から連れ去られたわけですから、早期にそのこれに関わった犯人、はい、共犯者、協力者、そうですね、悲しいことにね、国会議員でも関わってた人いるみたいですね、だからこれらについて、はい、特定することと、はい、そして彼らのいわば場合によっては逮捕、こういったのも私は必要で、これをきちんとですね体制化していくことが、まずは今の日本でできることなんですが、それができないっていうことですよね、だからそのことは僕はすごくこう腹立たしいというふうに思ってはいるんですけども、はい、これは世論の問題なのかマスメディアの問題なのか、もう大国のまあ、ね、いろんな思惑もあって、まあ、がんじがらめな日本の状態なのか、どっから手をつけるべきなのかってなると思うんですけれども、まあ、僕はその声を出していこうってことが大事だと思うんですね、まあ、そうですね、何も言わないから結局それが、まあ、別に日本人は何と思ってないんだろうっていう、一般がそういうふうになってしまっているように見えてしまう、見えてるか、まあ、そういう現状なんですけどね、でこれですね、この北朝鮮の漁船っていうのこれだけの数が来ると、はい、木造船も昨年たくさん来たわけじゃないですか、で遺体っていうのがほとんど、まあもちろん見つかっていますけど、うん、来た船から換算すると非常に少ないということで考えると、はい、場合によっては生存者がいて、その生存者の方々はどこに行ってるのかという話もありますよね。いやもう本当に隠れてるじゃないですかって、いや、思いたくないんですけども、あると思いますね、現実的な問題ですね。ということは数がたくさん来るってことはそれだけ危険だということなんですよ、はい、分かりますそうですね、一隻や二隻だったらまあなんとか補足はできるけども、うん、そうですよね、そしてそれが積み重なっていって毎年、はい、まあ、100人200人300人1000人2000人とかいて、まあ、そのまま協力者もいて含まれていたら分からないんだけども、はい、そうですね、まあ、無自覚だし、でそして捕まえなきゃいけない、いわゆる海上保安庁とかそういうところに、まあ、きちんとした権限がないからそれ以上のことできないって、ね、いや本当私だったら捕まえたいぐらいですよね。そうですね、私は捕まえてほしいと、はい、打捕してほしいと、で場合によっては抵抗するんであれば、はい、もう撃沈もこれやむを得ないと思ってます、はい、でもこれは国際ルール的にもどこの国でもやってることですんで、はいはい、それはやっぱりですね、きちんとできる体制を作っていただきたいと思うんですね、はい、そうしないとですね、これだけの数が来たら、本当にですね不測の事態が起きかねないということであって、こういった議論をできない雰囲気にもしすることが目的とした今の風潮であれば、これは大きな問題ですよ、はい、まあ、だからこそこのチャンネル、うん、桜北海道であるとか、そういうネットぐらいネットでねどれだけね、まあ、あるんですけど、まあ、特にこれ割と年齢のいてる人たちで見ない人もいますからね、なかなか根が深いですね、なんかこう今すごい、うん、まあ、戦後70年以上かけて、もう本当にボディーブローのように効いてるなっていう気はしますね。そうなんですね、はい、だから僕はですねこの記事一つを見てですね、うん、この議論っていうのは早期にしなきゃいけないですし、で今安倍総理がもう条件なしで
対話をしようというのも話しているわけでありますけども、はい、それに乗じて、北朝鮮に対して、甘い顔をすることは断固としてあってはいけないし、はい、で大事なことは私たちの領土領海を守るためにはしっかりと守るための体制を作るということですね、はい、平和的解決を望むというのであればそれが一番の平和的解決であるということはですね、はい、要するに、全面戦争になるようなことを避けるようにするのはただ単に引いてるだけではなくてやるべきことをやった上で、はい、いろいろと交渉の上で突きつけていくということが政治家の本当の役目なんだろうなっていうふうに思うもんですから、まあそのことも踏まえまして、うん、あえてですね、この大和隊に、まあ、今期も巡視船一生懸命海上保安庁の方は頑張っておられてますけども、まあ、だけども年々ですね、増えたり、いろんな問題が起きているということはなかなか解決には昨年は至ってませんね、うん、ということで、この記事をあえて皆さんにお伝えしたところでございます。はい、はい、まあ、これです。こんなこれ本当に大切なことだと思うんですけど、はい、まあ、3形ぐらいしか載せてないですよね、まあ、全然同心なんか1行たりとも、はい、まあ、1行たりぐらいは載せてるかもしれないけど分かんないところにしか書かないですし、まあそうですね、で今先生おっしゃった通り政治の場でしか語る場っていうのはないんですけれども、みんな選挙のことでねやっぱり一般にいろいろ言われると困なんか落ちちゃうんじゃないかっていうことで川田先生ははっきりと ね言う方ですけれども保守党議員でもこの話を全然避けてる人も多いじゃないですか。そうですね、語らないし、いやわざわざそういうものだったら言わない方がいいじゃないと選挙に、だからやっぱり政治家はやっぱりその国民の代表っていうのでもあるのでやっぱり国民一人一人がもう少し賢くって変なんですけどしっかりしていかないとこれを作り出してるのは私たちのせいなんだっていうことを自覚していかなきゃいけないなと思いますし、私も少しずつですねまず絶対自分の子供はもう完全に保守系っていうかちゃんと国のことを思うように育ててきましたし真っ赤っかだったうちの親をなんとか転校させましたからね朝日新聞読む社会党大好きなうちの母を今や安倍さんって手振りに行っててだいぶ変わっちゃったなと思ったんですけど少しずつこうやって変えていくしかないですね本当にね。そうなんですよ僕はずっとこういったことを訴えてましたので、はい、今回の選挙の時でも言われるのがこういうことは言わない方がいいとか言われてたんです、はい、それは僕も場面的に例えば街づくりの話をする時にはあえてこの話はしませんよね、はいはい、で地域の話をする時に別に、はい、まあその北朝鮮とは関係ないわけだから、はい、そんな話もしませんよね。憲法の話も別にする場面しない場面ってありますよね、はい、だけどしなきゃいけない時には していくということが大事だと思うんでそれで、まあ私もこうやって皆さんのお力添えてですね当選をさせていただきました。だからまあ私はまあ地方議員ではありますけどもいろんな現場でいろんな地域の活動を通じてですね、はい、地域の安全を守るっていう視点からですね、まあ、これからもですね活動してまいりたいと思いますし、まあ、その部分については全くもってブレることはありませんので、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、みんなで川田先生のような、はい、そして川田先生を応援していきましょう。そうしたらどんどん政治家として増えていただ、いかなきゃいけないと思います。はい、まあ、今日の特集でございました。また、この関連については皆さんにお伝えしたいと思います。はい、以上すべてのメニューが終わりました。今日は久しぶりに、はい、本当に久しぶりで、多分3ヶ月か4ヶ月ぶりで、そうでしたか、いつだったかなって僕もらったんだけど、思うんですけど、まあ、でもこの間 の、ね、特集でも熱く語られていましたけども、川田先生とは私選挙の時にからずっとなんでも8年前から川田先生は全然変わらず言ってることはぶれない変わらない成長がないってことはないかもしれないですけどね。3ヶ月どころじゃないんですね。8年前とも言ってもあ、まあそうですね、基本は変わらないということで、
だっても普通のことじゃないですか、はい、だってどうやって解決するんだっていう話なんですよね。それはまあ、うん、丸山さんの場合は相手がやっぱり違いますよ。被害者の方にそんなの心情も考えずにっていうのは問題だけども、はいはい、そうですね、でも政治の場ではやっぱり本質的な解決は何であるのかっていうのは語るのがそれこそ議会での場じゃないですか、はい、だからまあそういう意味ではですね、そのことをあえてですね、もし封殺する目的があるとすればこれ大変なことだなと思いますね。そうですね、私も戦後日本のなんか残念なことって、私なんか別に私も普通のつもりなんですけど、なんか国歌歌ったり日本国旗振ったりすると、それが右翼って言われるね国ってやっぱ変だと思うんですよ。だって、どこの国だってアメリカだってドイツだって左だろうが右だろうが、国をまず愛してるから、ね、国家も、国旗も普通だけど、日本の場合は、それをやったらなんかウルトラ右翼みたいなこと言われるっていうのがね、すごく心外だ、ですし、で私あの国旗の件についてはね、あれね先生たちね、ちゃんと国旗も国家もね教えないとね、国際的にも恥かけますからっていうのは見てて、あのこれなんか道具だったと思うんですけど、見てた時に国旗国家の時に立たない人とかね、帽子やらない人っているんですけど、 あれは世界的に言うと、もし相手の国にやったら非常に非常識なんですよ。だからそれは自分のところで大事にして、そういうねことを身につけてるからこそ相手を大事にできる、そうですね、っていうことなんで、なんかちょっと国旗国家にまで踏み込んでなんか書くときちゃいましたけど、全てが共通してて、日本の主権そのものを除外視して、考えてくるっていうことで、今のにあの GHQ の支配下にあるような尊重の新聞が多いわけですよね、はい、だからそれはやっぱりおかしいなとは思ってはいるんで、このことはですねやっぱり解決していかなきゃいけないんで、それこそ主体性のある国づくりということですから、これは当然考えなきゃいけないことですし、はい、だからまあこういう風潮を、もたらしているっていうことが、僕はある意味では一番大きな問題で、工作活動には僕前々から言ってますけど、ソフト面でやる工作活動とハード面でやる工作活動2つがあって、その2つが合わせ持つと非常に危険なことになりますよねっていうのは、これは僕は世界の常識として当たり前だと思ってるんですね。だからこういったことをさせないのがやっぱりあのいつまでも日本が平和であるという、平和、日本独自の平和を保っていくということに僕はつながると思っているわけであります、はい、はい、もう早めにちょっと目を覚まそうよということで、この、ね、番組もぜひ、そうですね、はい、かな先生、ね、はい、またどしどし吠えてください、私も毎回楽しく見せていただいてますけど、また色々と、勉強して僕もお話ししたいと思います、はい、今日一緒にさせていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また明日もこの番組ありますので、ぜひご覧ください、はい、明日もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。